にちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の料理はこれからの季節食欲のない時におすすめのサラダうどんです。今回教えてくださるのは初登場坂田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ドキドキですね。頑張りましょう一緒に。はい、ありがとうございます。そして、器はこちらになります、阿蘇市中通りにあります工房優さんの作品を貸していただきました、工房優さんのご紹介は番組の最後に載せております。ぜひご覧ください。では今日はサラダうどん。そうなんですよ、はい、いっぱい材料が並んでいますが、はい、材料たくさんですけれども、うん、とても簡単です。はい、じゃ早速教えてください、はい、まず最初にめんつゆから作ります。だし汁です、はい、昆布とカツオで取りました。その後お酒、はい、みりん、お砂糖、薄口醤油、で塩です。はい、一旦沸かしてあと冷ましておきます、はい、次に、次ごぼうサラダを 4,5 センチの長さに切って輪切りにしてそれを細切りにしていきます。はい、もう水にさらさないで茹でちゃう。はい、うちにですね、薄口醤油を混ぜておくと、はい、ごぼうサラダには、はい、マヨネーズと、マヨネーズ、はい、すりごま、はい、すりごま結構たっぷりが美味しいですね、はい、はい、それと酢と砂糖です、はい、では早速いただきます。いただきます。あのたっぷりごま入れちゃうのでね、ごまの風味がいいですし、うんうん、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市一宮町中通りにある工房優さんは唐津焼を修行した窯元が阿蘇の土や阿蘇の草原にあるススキを灰にして釉薬として利用したりと阿蘇にこだわった作品を作っています。明治初期に建てられた蔵が工房とギャラリーになっていて、自然の力強さを感じさせる作品が並んでいます。